ね、1話だけ一緒に見てみようかなと。ちょっとリアクション、リアクションがね、懐かしいこれ。そう、肉かなりするとみたいな。そう、じゃあちょっと見てみよう。ハロハロハロー、ニクヨーチャンネルのニックとリョウです。今回はニックの富山県ラム編です。はい、スタート。今回富山県ラブ編ということで、ニックは知ってる人もいると思うけど、5年間、そう、5年間日本に住んでて、一番長いのが富山県。富山県なんだよね。3年間。それでまあ改めてどうして富山だったのかとか聞いていこうかと思うんだけど、よく聞かれるんだけどさ、どうして富山県って、なんかやっぱメインが東京と大阪。そうだよね、一応ね、その外国人が住むのさ、第二都市。で、僕そのジェットプログラムに申し込んだんだけど、まあいろんな仕事があるんだけど、ELT、まあ、英語の先生、そしてあの CIR 国際交流、あとそのスポーツ国際交流員的な3つの仕事あるんだけど、僕はその国際交流 CIR の方に申し込んで、で、簡単に言うと学校ではなくて、その自治体とか市役所とか、なんか観光、県庁とか、そういうところで働くことになるんだけど、僕はその、まあ、発見先としては富山県の高岡市の高岡市みたいな、あの実は、まあ、ニコニコチャンネルもう1年経ってて、そうね、なんかまあニックの最初のね、なんか英語のチャンネルみたいな個人チャンネル、そうね、がデビューと思いきや、実はその前に富山県のケーブルテレビで実は YouTube デビューしてるんだよね。結構若い時だって。5年前でしょ。そう、5年前だから。何回か見たことあるんだけど、すごい、今と全然違う感じ。そうね、ちょっと年取ったなって感じちょっとまだ垢抜けてない人間が見れるんだけど、そう、番組の名前はいいもの嬉しいっていう、まあ簡単に言うとその PR 観光動画みたいな設定で、私は、まあ、実際にあの高岡市に住んでたんだけど、でもキャラクターとして主役としてね、ちょっとなんかその海外から来た外国人が高岡もしくは富山県を観光するみたいなストーリー。そうだよね。そう、こうスポットだけではなくて、その伝統工芸についてもちょっと紹介しながら、一応あの、6月から撮影がスタートして、で終わったのは多分冬か春。そう、そんでその動画の終わりの方にね、毎回伝統工芸を紹介してて、そうね、なんかいろんなね、その富山県の工芸を紹介してるんだけど、そう、使い方とかさ、一応ニックはいまだにあのちょっとお気に入りのこの鈴のもね、コレクションがあるんだけど、ちょっとニックに軽く説明してもらいます。とりあえずこの2つで飲み物系で、これ全部あの鈴なんだけど、これがビアカップ、でこれは別にその冷蔵庫に入れてさ、で冷やしてでビール入れたらもっと美味しくなる。こちらはチョコなんだけど、で立山の形にしてるの。で山おしゃれ、そう、超おしゃれなんか、ね、こうなってさ、こうね、そう山の形だから使ってない時は飾り物になるという感じ で、これ実はなんか鈴の特徴は、お酒を入れるとなんかその鈴の効果で酒の味がもっとなんか明るになるという、すごい、いい感じだね。めっちゃいいプラス。そう、ちゃんとあの意味の意味のプラスね。この2つはまあ飾り物なんだけど、ちょっと見せるね。こんな、ね、もしかしたら皆さん見ることあるかもしれないけど、そう、それはあの鈴の特徴なんだけど、別に、あの伸ばしたりとかビヨーンと伸ばしたりとか全然いいの。いいね。でこちらがあの鈴紙、ちょっとこう切って。でこれはまあ平たいなと思うんだけど、例えばそのお菓子とかわかんないけど、それを置いたりとかでもいいし、でもう一つの使い方としてはこうして、で花を刺す、感じにもできるの。そう、すごいなんか、さまざまな使い方あるからさ、自分の生活にぴったりな。やっぱみんな喜ぶじゃん、こうやったらさ、あの親にも、あとホームステイファミリーにも今送ったんでしょ。そうで、もしかしたらあの、まあ、寮の親に一回送ろうかなと思ってたけど、そう、実例ね、そう、なんかあったら、じゃあ一応5話撮ったってことだから、なんかその中で一番印象に残ったシーンとかあったら、めっちゃ印象残ってるシーンあんだけど、それ何かっていうと、やっとなんか嘘つく入浴シーン
あります、うん、大腸の中やっぱそのまあ大腸だったし初めてクルーに会うしすごい緊張してたのカメラの目の前に出るのは初めてだったし、ね、ものすごい緊張してて、うんうん、もう最初からもうニュークスに会いたいと思います、うん、で実は僕なんかその念のために水着持ってきたんだけど、うん、なんか何も言わなかったからその水着持ってきなさいとかそうだ、ね、言われなくて何もあちなみになんかちょっと水着持ってきました、ね、そう、うん、いやあちなみに何色ですかって聞かれたので、うん、あブラックですって言ったのいやちょっと見えちゃうかな申し訳ないけどフリーそっかフリー、うん、そうそうフリーフリーっていう形で撮っていきたいと思いますって言われてでちょっと上司に相談したの、うん、いいか悪いかって、まあ、これやっちゃいけないの、ね、そう、うん、いいよ肉頑張れって言われたの、うん、若干皮肉っぽく言われたと思うけど、うん、で頑張って入って、うん、でやっぱなんかその私のキャラクターとして観光客と初めてお店に入るという、うん、そう、まあ、自分の体にお湯をかけてってで気持ちいい気持ちいい表情出してって言われたので入ってなかなか一発で取れないの完全に、うん、だから肉もう一回やり直しってその一発目あの完全できなかったから、うん、失敗しちゃったから、うん、あのお水かけられて、うん、ちょっとなんかスケスケにしちゃってこれ多分意味ねえじゃんみたいなそうまあ早速来れるとなくなったっていうか、うん、まあね一応それがありのままの肉を見せた見せられたからそれがアイスメイキングになったみたいな感じだったよねそうもありがとうございますでも楽しかったの、うん、やっぱ思い出になったからまあ思い出にそう思い出になるから、うん、楽しかったなそれであの富山県のために頑張ったっていう体張ったねそう体張ったまあ面白かったね、うん、前の動画に言ったかもしれないけど、うん、その最後の年富山県に行った年は、うん、実は亮が遊びに来てくれた、ね、年だったね夜行バスで富山県まで遊びに来てくれてでせっかくいいもの許しでなんかいろんな、うんまあ、伝統工芸のこととか、うん、あとその観光スポットのこと、ね、まあある程度知識得たっていうことだからちょっと亮と素敵な仕事をしてくれたんだよね、うんうん、しようかなと思って、うん、どうだった富山県あでもなんかニックに動画送ってもらったっていう話の、うん、印象がいいの印象残った状態で、うんだから、うん、そしたらニックが実はここで動画のとこだよとかお茶屋さんとかソフトクリームとか、うん、あとなんか大仏があるところとか連れてってもらってすごい良かったまた行きたいなと思って、うん、なんかその時はさまだ付き合ってもなくてなんかデートしてたからそう、ね、なんかまたちょっと緊張もありながらだから、まあ、部分的に覚えてるけど部分的に覚えてないから、うん、結婚してまた行くって感じになったらまた変わるからなんかいつかね行きたいよねはい、ということでこんな感じでニックの富山県ラブの話をしてたんだけど、もしかしたらそのまだ富山県に行ったことない方がいらっしゃると思うし、うん、もしくはそのいいもの許しのロケ地に気になった方ももしかしたらいらっしゃるから、うんうん、まあいいもの許しのリンクを下の方に、そう下にあの12345って全部貼っとくので、ぜひあのケーブルテレビの YouTube チャンネルの方を見てみてください。ね、本当に垢抜けてない。うん感じのピュア初めて日本来ました感がって感じねするねあそこはキャラクターだったからそうもしかしたら演技が上手かったんじゃないあそういうことかもしれないけどそうね、まあ、でぜひ富山県に行ってみてくださいね、まあ、私たちはあの、まあ、今度は日本に行く、まあ、そうは日本に行ったら、うん、ぜひちょっとあのこれ新幹線乗って行きたいな富山県に乗って、うん、飲みながら何プレミアムを飲みながら行こうと思ってますそんな感じそんな感じ、まあ、今回はちょっとあのなんだろう番外編ということで、ニックの、あの富山県ラブだったんだけど、いつもはあのイギリス関係とか、ね、あのカップル関係とか、LGBT 関係とかを紹介してますので、よろしくお願いします。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではまた次回で、バイバーイ。